まあ、立ち上がりは少しこう不安定だったですね、ホールトンね。変化球のキレも悪いし、まあ、これはね打ち取ってるんでしょうけど、今日はちょっとオーティス守りにね、ちょっとね、記録はね、ヒットだったんですが、そういったシーンがあってライオン先生、はい、そして、まあ、岸は素晴らしかったですよね。だから岸に対する攻め方はこういう足の速い人が出てやっぱり立ち回していくっていうのが最初の手の取り方でしょうね、はい、序盤のね。本田盗塁でこれでワンアウト三塁、ただ、まあ、オーティズそして国母が打ち取られると、まあ、本当緩急すべて良かったですね、はい、ストレートもね、はい、初回ホークスは無得点に終わります。2回のホールトンのピッチングです。ノーアウト2塁、石井義人に今タイムリーツーベースを浴びます、はい、これはちょっとキャッチャーの選択が間違ったかなっていうね。あ、まあ、この後点が入りませんでしたからね、まあね、最初失点の位置で抑えたということで、はい、ただライオンズが2対0、そして岸のこの2回のピッチング、はい、もう前半はもうどうしようもないですね、コントロール、変化球、ストレート、はいはい、滑っていいですから、田村、松田、三振、はい、本当にね、どうやってこう攻略できるのかなというぐらいのピッチング、4回です、はい、またかっていう感じでしたもんね、ここは好フィールディングで、ホンダのセーフティーバントを阻止。そしてオーティズ三振、国久保も三振、腕振りがいいですから変化球がもう効いてきますよね、さあ5回ホールトンのピッチング、ワンアウト一塁、これは山崎が肩で打ちました、よく刺しましたよね、俊足片岡を殺しました。ツーアウトとなって原はセカンドゴロ、もう3回以降から立ち上がりましたからね、山崎が助けたというシーンがありました。6回岸のピッチングです。長谷川が、まあ、チーム初ヒットライトへ運びます、まあ、そして長谷川が出てワンアウト一塁二塁、チャンス作るんですがこの後が続きませんでした。本田レフトフライ、まあ、少しこう岸を捉え始めたっていうのはありましたよね、この回からね、そしてオーティズが、まあ、三振という形になりました。まあ、岸がしっかり抑えるという6回、7回へと試合は入っていきます。岸に対してワンアウト一塁三塁、ここは松田が粘りに粘ってのタイムリー、はい、本当に粘ったね、ヒットですよね、このぐらいやはり全員で、まあ、特にピッチャーでもこのぐらい粘ってほしいですよね、ホースの1点差に詰め寄ります。ツーアウト一塁三塁となって星の2番手、代打の代打森本、惜しい当たりでしたけどね、ライトへの飛球、これで1点止まり。さあ8回、はい、ワンアウト満塁、ね、3番手ミセブラウンへのタイムリーを浴びます。3点目、そして4番手水田も高山に2点タイムリー、これで5対1。今年はもうこういうのが多いですよね、中継ぎの人がして打たれると続けて打たれるっていうかね。さらにワンアウト2塁3塁となってこの石井義人、これオーティズにエラー、やはりこう大きな声を出さなきゃいけないですよね、センターね。6対1、まあ、この後も着実にライオンズ点重ねて、ホークス田村のホームラン1点は返したんですが、結果8対2。